リヒャルト・シュトラウス、リヒャルト・ゲオルク・シュトラウス、リチャード・ゲオルグ・ストロース、1864年6月11日から1949年9月8日は、ドイツの後期ロマン派を代表する作曲家の一人、公共史とオペラの作曲で知られ、また、指揮者としても活躍した。ウィーンのヨハン・シュトラウス一族とは、血縁関係はない。シュトラウスは、 1864年6月11日に、バイエルン王国のミュンヘンで、ミュンヘン宮廷歌劇場の首席ホルン奏者であった、フランツ・シュトラウス、フランツ・ストロース、1822年から1905年の子として生まれた。母親は、ミュンヘンの有名なビール醸造業者、プショール醸造所の娘だった。 シュトラウスは幼い時から父親によって徹底した、しかし保守的な音楽教育を受け、非常に早い時期から作曲を始めた。1882年にミュンヘン大学に入学するが、1年後にベルリンに移った。そこでシュトラウスは短期間学んだ後、ハンスフォン・ビューローの補助指揮者の地位へて、1885年にビューローがミュンヘンで辞任するとその後を継いだ。 この頃までのシュトラウスの作品は、父親の教育に忠実で、シューマンやメンデルスゾーン風のかなり保守的なものであった。モーツァルトを数敬しており、ジュピター公共曲は、私が聴いた音楽の中で最も偉大なものである。終曲の風画を聴いたとき、私は天国にいる思いがしたと語ったという。なおシュトラウスは1926年に、自身の指揮でこの曲を録音している。 シュトラウスが当時の新しい音楽に興味を持つきっかけとなったのは優れたバイオリン奏者でワーグナーの名の一人と結婚したアレクサンダー・リッターと出会った時からである。シュトラウスが革新的音楽に真剣に向き合うようになったのはリッターによるところが大きい。この革新的傾向はシュトラウスに決定的な影響を与え1889年に初演され、 シュトラウスの出世作として最初に成功した作品、公共誌、ドン・ファン、ドン・フォアが生まれた。この作品に対する聴衆の反応は半数は喝采したものの残り半数からはヤジが飛んだ。シュトラウスは彼の内なる音楽の声を聞いたことを知って多数の仲間から狂人扱いされていない芸術家など誰もいなかったことを十分に意識すれば私は 今や私が辿りたいと思う道を進みつつあると知って、満足していると話した。シュトラウスは他にも一連の公共誌の作曲を続けた。その中には、ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快なイタズラ、ティル・ユーラン・スピー・イグルズル・スティガ・ストライク。1895年、シュトラウスの死後に、映画、2001年宇宙の旅で使われ有名になった。ツラトゥストラは各語りき、オルソー・シュプロック・ツラトゥストラ。 1896年がある。1894年、シュトラウスは、バイロイト音楽祭で、タンホイザーを指揮する。シュトラウスはこの時、エリザベートを歌っていたソプラノ歌手のパウリーネでアーナ、と、たちまち恋に落ち消した。シュトラウス夫人となったパウリーネはその激しい、性格により、共済化、シュトラウスの悪祭として、 数々の悪評を残したが、その知った激励のおかげで作曲家、シュトラウスの作品が多くが生まれたのも事実であろう。ちなみに後に書かれた歌劇、インテルメッツォと家庭公共曲はこの婦人との家庭生活に相を得た作品であり、影のない女の染め物師の妻もパウリーネがモデル、言われる。パウリーネがどのような人物であったかは、マーラーが、 スマールマに送った1907年1月の手紙で、マーラーがベルリンに住んでいた、シュトラウスの家を訪ねた、際のことを書き残している。以下、マーラーの文章、パウリーネは私を出迎えると、自分の部屋に私を引っ張り込み、ありとあらゆるつまらぬ話を、豪雨のように浴びせかけ、私に質問の矢を放つのだが、私に口を出す暇を与えないのだ。 それから疲れて寝ているシュトラウスの部屋へ、私を両手で掴んで有無を言わせず引っ張っていき、金切り声で起きてちょうだい、グスタフが来たのよ。シュトラウスは受難者めいた顔つきで苦笑しながら起きると、今度は三人で先ほどの話の蒸し返し、それからお茶を飲み、パウリーネに土曜日の昼食を一緒にすることを約束せられて、二人に宿泊先のホテルまで送ってもらった。 1898年、最後の公共史英雄の生涯、永遠ヘルディン・レビンを書き上げたシュトラウスは、関心をオペラに向けるようになった。このジャンルでの最初の試みである、グントラム、1894年作曲は、主に自作の台本のつたなさのせいで酷評され、失敗に終わった。続く、火の危機、1901年作曲もミュンヘン方言のオペラというともあり、 一定の評価を収めたにとどまった。しかし、1905年にオスカー・ワイルドの戯曲のドイツ語訳に作曲したサロメ、サロメを初演すると空前の反響を呼んだ。ただし、聖書を題材にしていることやエロティックな内容が反社会的とされ、ビンをはじめ上演禁止になったところも多い。ニューヨークのメトロポリタン歌劇場がこの作品を上演した時などは、 終演後の聴衆の怒号のあまりの激しさに立った一回で公演中止になったほどであった。まあらあら、当時の作曲家たちはその音楽の前衛性に深く共感し、シュトラウスはオペラ作曲家としての輝かしい第一歩を踏み出した。シュトラウスの次のオペラはエレクトラで前衛的手法をさらに徹底的に推し進めた。多調の多様、不協和音の躊躇なき使用などを行い、 調整音楽の限界を超えて、無調音楽の一歩手前までに行った。この作品はシュトラウスが、詩人フーゴフォン・ホーフマン・スタールと協力した、最初のオペラでもある。この二人はホーフマン・スタールが死去するまで、音楽史上も、稀に見る実り豊かな共作を続けていくことになる。そのホーフマン・スタールとの共同作業第二作目になる、バラの騎士、デアローゼン・キャブリア。 1910年で大成功を収め作曲家として不動の地位を獲得する。シュトラウスはバラの騎士を境に前衛的手法の追求を控え、当時交流しつつあった新部音楽派や新古典主義音楽などとは一線を画して後期ロマン主義音楽の様式に止まり続けたため、結果的にその後に時代においては恩恵な保守派の立場に立つこととなる。 その後も、最後のオペラ作品となる、カプリッチョに至るまで、精力的にオペラを作曲した。悲劇の比率が高く、特に中期以降、ロマン派以降、ワーグナー、ベルリ、プッチーニら大物オペラ作家の仕事がほとんど悲劇で、占められている中で異彩を放っている。晩年の時代遅れ的なマイナス評価は死後は、相対的に拭い去られ、今日ではロマン派最末期の巨星として、 多くの作品が演奏、上演され続けている。さすがに、最後の10年は創作ペースが衰えたとはいえ、それでも、カプリチョ、4つの最後の歌など重要な作品があり、ドンファンから数えると、代表作が実に60年に及んでいる。これは、音楽以外の創作分野でも、史上類例が少ない息の長さである。また、 企画作品とオペラの両方に多くの代表作を残したという点では、モーツァルト以来の存在となった。1930年代以降のナチス政権下のドイツにおいて、シュトラウスと政治との関わりをめぐっては今に至るも多くの議論がある。一方は、シュトラウスが第三帝国の帝国音楽院総裁の地位について、以こと、ナチ当局の要請に応じて、 音楽活動を行った事実を指摘し、この時代のシュトラウスを、親、ナチスの作曲家として非難する見解である。もう一方は、シュトラウスの息子の嫁がユダヤ人であり、その結果、シュトラウスの孫もユダヤ人の血統ということになるために、自分の家族を守るためにナチスと、良好な関係を維持せねばならなった事情を考慮して、擁護する見解である。事実、シュトラウスは、 オペラ、無口の女の初演のポスターから、ユダヤ人台本作家してハンツバイクの名前を外すことを拒否するという危険をした点や、シュトラウスは自身の公的な地位を使ってユダヤ人の友人や同僚たちを保護しようとしたという意見もある。さらにはシュトラウスはナチスに利用され続けた被害者的立場だったとの動的意見もある。シュトラウスは第二次世界大戦終結後、 ナチスに協力したかどうかで連合国の日ナチカ裁判にかけられたが最終的に無罪となった。なお、1940年、昭和15年、後期2600年にはナチスの求めに応じて日独食い膨協定を結んだ日本のために日本の後期2600年に寄せる祝典曲を書いている当該項目を参照。終戦後、 シュトラウスは裁判の被告となったこともあり、票だった活動は控えていたが、周囲からの勧めもあり、ロンドン公演を実施している。イギリス人にとってもはやシュトラウスは、過去の人であったが、自ら死希望を振り、健在をアピールしている。この時の演目は、家庭公共曲。シュトラウス本人は、アルプス公共曲を希望だが、当日に別の演奏会があったために、 オーケストラ奏者を確保できなかった。なおこの時、ロンドンの行く先々で、あなたが、あの、美しく青きドナウの作曲者ですかと、尋ねられたという逸話が残されている。英国はヒドイツ語圏で最大の、ヨハン・シュトラウス教会を持つウィンナーワルツ愛好国である。1948年、時間を持て余していたシュトラウスは家族に勧められて、最後の作品の一つになる。 4つの最後の歌を作曲した出版はシュトラウスの死後。実際にはその後もいくつかの歌曲が書かれた。シュトラウスは生涯を通じて数多くの歌曲を書いたが、おそらくシュトラウスの歌曲の中でこれが最も有名なものの一つであろう。すでにシュトックハウゼン、ブーレーズ、ノーの、ケージといった前衛作曲家たちが登場し始めていたこの時代においては、 シュトラウスの作風はあまりに古色騒然とした時代遅れであった。シュトラウス自身も戦後すぐの放送インタビューで私はもう過去の作曲家であり、私が今まで長生きしていることは偶然に過ぎないと語った。にもかかわらず、この歌曲集は聴衆からも演奏家からも常に高い人気を誇っている。他の作品においても同時代における時代遅れ感は 年数が経過するごとに見えにくくなることもあり、忘れ去られるどころか今なお20世紀の作曲家としては最も演奏機会の多い一人となっている。晩年、ひっそりと暮らしていたシュトラウスは庭の花を見てよく、私がいなくなっても花は咲き続けるよと呟いたという。シュトラウスの最後の作品は歌曲、青いであった。シュトラウスは1949年9月8日、 ドイツのガルミッシュイコールパルテンキルヒエンで死去した。遺言により、葬儀ではバラの騎士第三幕の三重賞が演奏された。信仰のあったマーラーと同様に、シュトラウスもまた作曲家としてのみならず指揮者としても著名であり、生前は自作も含め数多くのオペラやコンサートを演奏した。指揮者としてのシュトラウスは、トップクラスの歌劇場であるミュンヘン、ベルリン及び、 ウィーンの歌劇場で養殖をも務めたほどである。ただし後には自作の初演も他の指揮者に委ねるようになった。指揮の師はハンス・フォン・ビューローであり、彼の下で指揮法の訓練を受けた。若い頃のシュトラウスはフランスの作家ロマン・ロランに気違いだ、と評されるほど激しい身振りを心情とするダイナミックな指揮スタイルであった。しかし後年は弟子のカール・ベームや ジョージセルラから想像がつくように、簡潔で、誇張の少ない抑制されたものになった。また、ベームの証言によれば、影のない女を指揮した際、指揮姿を撮影していたカメラマンが、左手を出して、立って、指揮をしてくれませんかと懇願したところ、私は、以前から指揮するときはいつもこうと決めている。今後もずっと、左手を出さずに座って、指揮をする。 と怒り出したという。ところが、ある日クライマックスで、つい熱が入ってしまい、思わず、左手を出して立ち上がって、指揮をしたことがあった。講演終了後、ベームは、先生は、常日頃から、自分の指揮法について、これは、絶対に守らなければならない。とおっしゃっていました。しかし今日ばっかりは、先生自らその戒めを破ってしまいましたね。とからかうと、シュトラウスは、 むっつりしたまま逃げ去るように帰っていったという。また別の逸話では、ギャラを二倍にしてくれるなら、両手で指揮してもいいよと、語ったとも言われる。指揮者としての心構えをベームに対して、右手で表紙を取るのは、外面的なことで、学院が自らの場所を見失わないようにするためである。その他はすべて精神的なものから来る。指揮者の表情は、 曲の序章的な部分や劇的な部分で変化すべきで、あるし、作品に現れる愛や憎悪を共に体験しなければ、ならないのだと語ったという。もっとも、セルの証言によればシュトラウスは、演奏よりもスカート、トランプゲームを好んでいたらしく、ある時、オペラ、フィデリオの式中に懐中時計を見たところ、このままではトランプをやる時間に間に合わないことに気づき、いきなり猛スピードで式をしたという。 シュトラウスの演奏は自作自演も含め、数多くの録音が残されており、その姿は写真のみならずいくつかのフィルムで忍ぶことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。